ラマンへようこそ。フィンランドのライフコーチミラです。この番組では人生でモヤモヤしている皆さんの心と頭を整理することをサポートします。答えやアドバイスを提供するよりも、皆さんの中にすでにある答えを引き出すための問いを紹介したいと思います。あなたの人生でどうするか、それを決めるのはあなたですから。今回は40代女性 K さんが本が読めなくなったっていうことについて相談してくれました。彼女はこう書きます。いつも頭の中がいろんなタスクでパンパン、楽しさもあるのだけど、そのせいなのか本が読めなくなった。読んでも頭に入ってこない。これは私が置いたのか、休めばいいのか、休み方もわからなくなったかもしれない。Kさん、ありがとうございます。人の悩みには基本的に複数のレイヤーがあるんですけど、このKさんの質問はとてもいい事例になると思います。一番気づきやすい課題が表面に見えていて、そしてその課題の奥には何かしらの原因があって、そしてさらに奥に、より深く自分の中にはいくつかの原因があるかもしれません。Kさんの悩みのレイヤーを1枚ずつ剥がして見ていきたいと思います。1枚目のレイヤーは表面に出ている課題、本が読めなくなったっていうことですね。2枚目のレイヤーはその課題の可能な原因だと見られます。Kさんはこれらをいくつか取り上げています。頭の中がいろんなタスクでパンパン、私が置いた、休み方がわからなくなった、そしてもちろんその他という可能性もあります。 Now、 これらの状況にはそれぞれの対応方法があるんでしょう。しかしここでいきなり何かを解決しようとするよりも、もう一つ奥にあるレイヤーを見つめていただきたいと思います。ここから取られるアプローチは様々ありますけど、私は今回この一つを選んでみました。本を読んでいる私のイメージです。なぜかというと、私たちが持っているイメージや思い込みっていうのは私たちの行動に大きく影響を与えるからです。さて、あなたが頭の中で描いている本を読んでいる私のイメージはどんなイメージですか？具体的に考えてみてください。どこで読んでいますか？どんな環境に身を置きたいんですか？静かですか？何かの音がしますか？部屋の中ですか？外ですか？何を読んでいますか？小説ですか？学びのための本ですか？本を読んでいる自分がどう見えますか？エネルギーが興奮したように強く流れていますか？リラックスしたようにゆっくりと流れていますか？どんな気分になっていますか？今描いているイメージはポジティブなものでしたら、あなたが本当に求めている、本当に必要としていることのヒントを教えてくれるはずです。しかし、私たちが持っているイメージはポジティブなものばっかりではないですよね。今回の悩みの奥にも何かのネガティブなイメージや思い込みが動いている可能性があります。本を読む時間なかなか作れない、作っても集中できない、もしかしたら自分の中でなぜか自分に本を読む許可を出していないっていう可能性を考えたことありますか？これは一体どういうことでしょうか？本を読んでいる私のイメージをもう一度思い出してください。それを見ている自分の頭の中でどんな声が聞こえますか？どのような解釈や思い込みがつきますか？否定の声が聞こえますか？思い込みから生まれた否定の声は、例えば
本を読むことイコール休むこと。でもこんな私じゃ休めてはいけない。または、本を読むことは何の価値もない。時間の無駄だ。あなたの場合はどうでしょうか。否定の声を聞こえますか。自分の思い込みのせいで、自分に本を読む許可は出していないでしょうか。もしこのようなネガティブな思い込みを持っているのであれば、まずは現実を客観的に見るという向き合い方をお勧めします。具体的に考えてみてください。本を読むことは私の人生にどのようないいことをもたらしますか。例えば、知識が増えて何々ができるようになる。多様な考え方や生き方に触れ合えて何々ができるようになる。ハッピーな気分になって何々ができるようになる。頭が落ち着いて何々ができるようになる。A があって B もできるようになる。必ずその次の一歩まで考えましょう。どうでしょうか。このようにリストアップしたことに価値を感じられますか。このようないい効果のために本を読んでもいいと思えますか。自分に本を読む許可を出せそうですか。このように何のために本を読みたいのかをはっきり定義していけば、本を読む時間により価値を感じるようになって、その時間がより作りやすく守りやすくなるのでしょう。そして求めている効果を得るためには、何をどこでいつどんな気分で読めばいいか、それもより定義しやすくなるでしょう。最後に、今回の課題と自分の人生のより深いコネクションを見出すためには、このような問いを自分にかけてみたらどうでしょう。私はどんな私になりたいですか。そして本を読むことはそれにどう貢献しますか。Kさんのように本が読めなくなった方がたくさんいらっしゃると思いますけど、今回はその課題と向き合うための一つのアプローチを紹介しました。今回の問いをもう一度振り返ります。本を読んでいる私のイメージとは？本を読むことは私の人生にどのようないいことをもたらしますか？そして最後に、つながっている2つの問い。私はどんな私になりたいですか？本を読むことはそれにどう貢献しますか？皆さん、この質問を自分にかけてみて、心や頭の整理ができたんでしょうか。どのような気づきがあったんでしょうか。ぜひコメント欄で共有してください。そして人生でモヤモヤしている皆さん、ぜひ概要欄に貼ってあるリンクから質問を送っていただければ、また次回のエラマンで一緒に考えていきましょう。今回のエラマンを見てくれてありがとうございました。それではまた次回まで。